相対論入門講座解説にあたって INU 受講生諸君、今まで行ってきた物理学領域の講座で超弦理論が高い受講率を示し、受講生からのコメント、講義力を求める声が多く寄せられています。一般向けの講演においても、超弦理論の講演には多数の受講者が来ます。しかし、厳しいことを言いますが、受講生、受講者諸君は理解はできてはいないのです。私の講義映像を見ることで分かったような気持ちになったに過ぎないのです。一般講演会の受講者も同じです。講演者の著書を買い求め、講演者からのサインをもらうことで満足しているのが実態でしょう。INU 研究生並びに受講生諸君、諸君は物理学を専攻したわけでもなく物理学者ではないので、これも当然なのです。実際物理学者といっても、すべてのものが超弦理論を理解できるわけではありません。また、すべての物理学者が超弦理論を認めているわけではないのです。宇宙論、超弦理論を理解するためには、天体の運行に関する知識、ガリレオ力学、ニュートン力学、マックスウェルの電磁気学、これらの理解の上で初めてアインシュタインの相対論に入ることができるのです。しかし、まだこれだけではダメです。相対論と並ぶ現代物理学の二本の柱である量子論の理解が必要なのです。量子論の理解の上に素粒子論の世界に入ることができ、その先に超弦理論への入り口があるのです。そこで私は INU 物理哲学講座において近代物理学の明け物のその系譜として、コペルニクス、ケプラー、ガリレオ、ニュートンと系譜をたどり、相対論にたどり着いたのです。相対論の次は量子論、その後は素粒子論、その上でより高いレベルの超弦理論の講義を行う予定です。これだけの物理学の講座は世界でもありません。現役の教授はとても多忙で、このような講座はできないのです。INU の公開講座だけだと思います。もし君たちが書籍でこれだけのことを独学しようとしたら、とても費用がかかります。費用だけでなく、難しくて途中で諦めてしまうでしょう。もし諸君がカルチャーセンター等の一般講演会で学ぼうとしても、高い費用を払わなければなりません。しかも、このような系統だった講義ではなく、単発なのです。さて、相対論の講義に入るにあたって、相対論入門講座の講義から始めます。
いきなり特殊相対性原理、一般相対性原理に入っても分かったような気分を味わうだけで、何一つ分かってはいないのです。それはアインシュタインの理論の前提となっている時間、空間、時空、高速不変の原理、場の概念、重力場、ミンコススキー空間といった物理学者たちが築き上げてきた諸概念を一つ一つ学び、今まで諸君が持っていた絶対時間、絶対空間といった観念を捨て去ることが必要なのです。量子論においても不確定性原理、粒子と波動の二面性といった今までの観念を捨て去り、諸君が季節の観念から脱皮することが求められるのです。この INU 公開講座において、それらを着実に一つ一つ見ていきます。私は INU 研究生、受講生が講義についてくるかどうかは一切気にしません。 YouTube 上での視聴率、人気度といったものは一切無視しています。受講者ゼロでも一向構いません。 YouTube 上の広告収入等は一切無視しているのです。この講座は現在の受講生諸君だけではなく、私が死んだ後残す人類への私からの遺産だと考えています。それが神と約束した私の使命なのです。以上が相対論入門講座解説にあたって私の考えである。